幻想と楊貴妃の関係性というものが明らかになってきましたね。で、息子の、まあ、奥さんを見てですね、まあ、おったまげたんでしょうね、きっと。いや、これはとっても自分のタイプだなと、なんとかもろにしたいんだということを思ったと。で、735年にこの楊貴妃がですね、この寿王のお妃となるんですけども、まあ、それから740年にはですね、幻想に温泉宮に召さるということになってますけども、一旦このですね、いや、自分の息子のお嫁さんだと、奥さんだということになればですね、それをそのまま、まあ、自分の奥さんに、じゃあもうちょっと息子にね、いや申し訳ないけど、君、お前の奥さんね、もうすごい自分のタイプだからちょっと俺にくれと言っても、そうやすやすと物事が運ぶというわけではないと、周りからも何と言われるかもわからないんで、ということで考えたのがですね、一度楊玉環を仏の道に出すということですね。まあ、よくあるパターンなんですけど、まあ、何かあった時にですね、一回仏門に入れてですね、こういわば身を清めるようなねことをして、でもう一回自分の方へということなんですよね。まあ、ただこのですね、自分の息子の奥さんパターンというのはあんまりなかったということで、まあ、完全にまあ我々の常識からしてもアウトですけどね。まあ時の皇帝ですから、それを考えてやったんだと。とにかくもう楊貴妃が大好きになっていたということなんですね。で、まあ温泉宮にですね、召して、で、まあ、温泉でですね、楊貴妃をこう湯あみをしながら、この辺りでですね、まあ、祈山っていうところにこの温泉宮があったらしいんですけども、ここで、道教のですね、尼、この楊玉環をですね、道教の尼にしていくと。で、5年間ここでですね、身を清めさせて、で、自分とこう内縁関係を続けるっていうことだったんですよね。まあ、この幻想の幻の字がですね、そもそもその道教にまつわる字らしくてですね、まあ、後々にそういうこともあって幻想という名がついたということなんですね。まあ、そうしているうちにですね、745年にここで正式に楊貴妃ということですね。この貴妃っていうのはですね、まあ、皇后に次ぐ位であると、お妃のポジションだということなんですね。まあ、この幻想はですね、もう皇后死んじゃっていませんから、貴妃実質はナンバーワンの、そこに楊貴妃が入ってくるということになるんですね。で、この楊貴妃になってからというものですね、この楊一族の力というのはより大きくなっていくんですよね。まあ、その辺をですね、見ていきたいと思います。まあ、これで楊貴妃となってからというものですね、こちら楊国忠という人が登用をされて、頭角を表していくようになります。で、この楊国忠がですね、まあ、どういう人だったか、まあ、教養としてはちょっと乏しいような人ではあったけども、しかしですね、弁舌が爽やかで、またこう人との当たりがこううまかったっていうことなんですよね。人当たりがいい人だったと。で、教養に乏しくてちょっと軽率な面もあるけども、しかし幻想とは馬があってですね、で、どんどんと上り詰めていくということになるわけです。で、この時にですね、今幻想と皇帝と美女のストーリーで来ましたけども、じゃあ野獣は一体何をやってるのかと。まだ野獣はですね、美女と会ってないわけですね。で、野獣の方はですね、一旦こうして幻想の方に、お前またね、こっちの方に戻って地元に帰ってしっかり仕事をしろと言われて、で、どのような仕事ぶりだったかというとですね、もうそれは幻想の言う通り、しっかりこう活躍を続けてですね、あれよあれよという間に、もう地域のですね、信頼を得て、で、自分自身がもうこの節度使として力を発揮するようになってくると。節度使、もう防衛司令官という形でですね、この兵路というところの節度使、また汎用というところの節度使と、で、加藤っていうところの節度使で、自分が動かせる兵の数もですね、どん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 と大きくなっていく、そういうわけなんです。で、活躍をするたびにですね、はい、じゃあそこの節度使もお前やれと、で、兵もこれだけやるぞというような感じでですね、どんどんと階段を上っていってですね、もう自分で動かせる兵の数も1万、
3万とこうどんどんと上がっていくわけなんですね。でこの辺で名を馳せてくると、でそうするとですね、この都に登る回数というものも出てきて増えていくということになるんですね。でそしていよいよこの皇帝と美女のですね幻想楊貴妃と相まみえる機会も出てくるわけです。でここでですね面白いエピソードもあるんですね。で幻想皇帝がですね宮殿の中に来た安禄山に対してですね、まあこういうことを言った時があったと。いやお前めちゃくちゃでかいなと、で怪物みたいだなと、でね、そのお腹がですね特に大きくて、この膝まで腹がたるんでですねつく、まあ、そんなようなこういでたちだったらしいんですよ。で、安禄山に対してですね、いやそちのお腹には何が入っとるんじゃと言ったと。でここで面白いのがですね、まあただその太ってるなということを言いたかっただけではない、幻想としては。でお前そんなに強くてね、こうどんどん上り詰めたような人で、で本当にこの私の幻想に対して忠誠心を持っているのかというような含みも持たせたらしいんですよ。でそこをですねこの野獣の安禄山、頭もいいんでシュンとピンとこう察するわけなんですね。で返した言葉がですね、もう幻想に対する責心しかありません、このお腹の中には幻想に対する責心しかありません。この責心というのは何かというとですね、この忠誠心ということだったんですね。忠誠心、もう幻想に対する忠誠心がこのお腹いっぱいに入ってますということをですね、まあ、そこでこうやり取りするような一幕があったと。でそれとですね、この皇太子がですね、かたや安禄山に対してはあまりなんかよく思ってなかったらしいんですよ。で安禄山どうなのっていうようなことをですね周りにも触れ回ってたんで、でそれを安禄山も知っていたと。である時ですね、その都に来た時にこの皇太子と謁見をする場面があったんですね。で、なかなかこの安禄山がですね皇太子にこう拝礼をしないということで周りからこう促されたと。で、安禄山、ああそうですかということでこうお礼をするんですけど、後々に、こう周りにですね、いや皇帝っていうのは、まあ、よく知らんけど、私みたいな異民族でね田舎者には知らんけど、まあ、どういう人なのかというね、まあ本当は知ってるんですよ。この皇太子っていうのは次のね皇帝に就くんだなっていうのはそれぐらいはもう知ってるんだけども、あえてすっとぼける、この異民族であったりその、まあ、見た目の怪物ぶりとかね、そういうのを逆手にとってあえてバカにこう見せてですね、で、この皇太子のことを気に入らなかったので、あえてなんか知らないような感じを振る舞うと、まあ、そういうような一面もあったこの安禄山だったということなんですね。でただこの幻想にはですねどんどんと認められて、で、ご褒美みたいな形もですね、まあ、兵をいくつかとか土地をなんとかとか言ってね、どんどんと与えられて安禄山大きくなっていてですね、楊貴妃の兄弟とかともこの兄弟のちぎりをですね、安禄山と楊貴妃兄弟との間にですね、この義兄弟のちぎりを結ぶまでに至ったし、もうそれを皇帝がこう促すんだと。でさらにですね、まあ、ここはなぜかちょっと私も分かりませんが、安禄山がですね楊貴妃とこの養子関係になりたいということでですね、まあ、それも実現したということなんですよね。で、謎にまあ、この怪物の野獣とですね、まあ、美女の楊貴妃がここでこうね、映画の美女と野獣だったらまあ恋人同士で、まあね、そういう関係でやっていくのがですね、こちらの唐の時代の美女と野獣バージョンでいくとですね、謎の親子関係、母子関係ということになるんですね。それが747年安禄山を養子にするといった事件でもありました。さあここまで見てきたんですけども、ここからはですねどういうふうに展開をしていったかと言いますと、で国の中でですね力関係、特にこの宰相のですね力関係がこの李林甫から楊国忠に変わっていくということになっていきます。で李林甫からですね楊国忠、だから楊国忠がもうね
楊貴妃の、まあ、親族でもあったわけですから、楊貴妃がもう愛されれば愛されるほどにということですよね。もうそれに比例するかのように楊国忠がですね力を得て、で李林甫をですね追いやって、でもうナンバーワンの座に就こうと、そういう時期が来るわけなんです。でここでですね李林甫が、まあ、失脚をするという時にですね、野獣の安禄山もですねポスト李林甫を狙っていたというふうに言われてます。でここまでこう大きくなってきますと、やはりね中央の方に対しても野獣の安禄山はですね、自分をもっと意見を言いたいし、実権を握るまでに至りたいというふうに思ってくるんですね。でこの安禄山はですね、楊国忠が実権を握り始めると、楊国忠と今度安禄山で対立関係になってくるわけなんです。で楊国忠もですねそれは気に入らないことなんで、どん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 と、まあ攻撃をけしかけるわけなんですよね。まあなんかこう密偵を放ったりで、この安禄山がいるあたりをですねこう囲んでみたりですね、まあ、そういうことをやっている間にもうついにですね安禄山の中にもこう鬱憤もたまり、で元宗皇帝はどういう状態かというとですね、この戒厳の地の時は、まあ、自分でねこうして政治をしたいということで、素晴らしい政治も行ってたけども、しかし楊貴妃にのらりくらりとうつつを抜かし始めてからというもの、もう政治の方は丸軽っきしダメになってきたなと、こういう状態だったんですよね。もう元宗のことはちょっと置いといて、もうとにかくね楊国忠が気に入らんと、あいつを撃てということでですね、ついに兵を上げるまでに至るんですよ。でこれがですねもう唐の時代最大にして、まあ唐を滅亡させるその寸前まで行った、この安史の乱というものだったんですね。755年に起こります安史の乱、これがですねすごい戦いだったということだったんですね。で安史の安はですね、安禄山の安と、でこの死っていうのはですね、まあ死子名っていう、まあその弟分みたいなもんですね、安禄山の弟分みたいな形で死子名っていう人がいたんですけど、まあその二人の名前を取ってですね安史の乱というふうに言われてます。でこの安史の乱はですねどう進んでたかっていうことなんですね。でまずこの今唐の中の勢力図の話をしました。次々とこの、まあ、平路であり汎用であり加藤であり、特にこの唐の中国の北東部ですね、北とか東とかね、まあ、この辺りをですねもうしっかりと安禄山が握るようになってきた。少なくとも軍隊としては握ってですね、その扱える兵の数がですねもう唐で全体で扱う数の3分の1くらいを安禄山が握っているようになったということだったんですよ。これをもってですねもう攻め込んでくる。しかもですねただのこの兵だったっていうわけじゃなくてですね、この辺の兵っていうのはめちゃくちゃ強かったっていうのはですね、特に外民族といつも戦ってるような人たちなんですよ。戦いにすごく慣れてるし、まあ備えてなきゃ、戦いの、まあ、外民族の侵入に備えていなければいけないような、そういう人たちですよね。したがってすごく強かった。それがですね一気にこの中央を目指してくるということになるんですね。まあ元宗は慌てますよね。おいマジかみたいな、あの安禄山やりよったなみたいな形ですね、 あたふたと。で楊国忠、まあね、あいつついに尻尾を出したなと、ここはなんとか打ってやらなきゃいけんなということになるんですが、まあとにかくこの野獣がねめちゃくちゃ強いんですよ。でどん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 とこう、じゃ兵を挙げてこちらの方から攻め入るぞということになってですね、あっという間にこの洛陽を落としてしまいます。で洛陽っていうのはどういう都だったかというとですね、隋の時代に整備をされた洛陽ですよね。まあ当時は長安というのは都でしたけども、これからはもうダブルの都でいくと、もう少し東の方に洛陽っていう都を作ってですね、このダブルの都でやってきますような洛陽だったんですけども、ここがですね安禄山によって落とされると。で安禄山がそこに入ってきてですね、まあ、自分でこの皇帝を名乗り始めると。でそれが大燕西部皇帝っていうですね、まあそういうことを名乗って、自分がもう皇帝なんじゃないということでついにやり始めるわけなんです安禄山が。まあそうするとやばいぞと、
ね、長安をまだ落とされてはないけど、もう時間の問題じゃないかと、こちらに侵攻してくるのも時間の問題だと、なんとかこの長安を落とされるのだけは防がないといけないということなんですよね。で、喫緊の問題として長安を死守しなきゃいけないんですけども、そのためで何が大事かというとですね、この洛陽と長安の間にこの道館というところがあるんですよ。で、道館というところを落とされると、もう長安っていうのはですね、もう攻め落とされるのはもう簡単な場所なんですよ。攻めるのは簡単で守るのが難しいっていうのが長安なんですけども、道館っていうところはですね、攻めるのがまあすごく難しいで、守りやすいで、ここの道館を落とされたらこれはもう万事休すだなということでですね、道館に唐の軍勢をですね集中させるんですね。で、なんとかこの道館でバリケードみたいな形でですね、守り抜かねばならないということなんですね。で、洛陽に入ったあたりでですね、少し状況は膠着してくるわけなんです。安禄山もですね、どうやって、道館と、その先の長安をね攻め落とせばいいのかなということを考えている、その間にですね、こちらの長安サイドとしてはですね、道館に、この可助官というですね、またこの有能な人を送るんですね。で、可助官がですね、その道館を守っていて、で、やり方もうまいと。で、このままではですね、洛陽側の安禄山が少し、劣勢かなっていうところまで行ったらしいんですね。で、この道館を守り抜けば、そうするとこちらの長安の唐の王朝サイドにもですね、勝機が見えてくるということだったんですけども、ここでですね、なんとなんとこの唐の側のヘマによって道館が落とされるということがあるんです。で、それ何かというとですね、この道館を守っていた可助官とですね、肝心のこの楊国忠がですね、仲が悪かったんですね。可助官がすごくこの時期ですね、台頭をしてきて、で、楊国忠の地位を貶めようかと脅かすような、そういう存在だったんですよ。そうするとですね、この楊国忠がもうあたふたあたふたし始めてですね、もうこうなんか自分の保身、これ第一に考える人だったね、楊国忠っていう人は。いや、まずいと。で、可助官、道館っていうですね、すごく重要なところを守っていた可助官のね、これなんか言い始めるんですよ。いや、幻想と。可助官、なかなか向こうの洛陽までこう攻めていかないのは、あれ向こうと通じてるんじゃないですか、みたいなね。そんなことを言い始めて、あ、そうだなと。いや、こんなんかこう、この辺で道館のあたりで戦いが硬直してるらしいけど、いや、そうじゃいけねえなと。もう一気にやっちまえっていうことでですね、幻想が可助官に、ね、早く攻めろっていうことを言っちゃうんですよ。で、状況としてはですね、この道館っていうところの性質上、この時間をかけてしっかりとこう守ってる、あえて攻めずにですね、守り抜くっていう方が、これが得策だったらしいんですけども、この道館でですね、幻想からそういうお達しが来たんで、じゃあ攻めますみたいなことをやってしまったんですね。で、そこはですね、可助官も分かってた。もう本当はもう攻め入らない方がいいんだと。で、ここは守り抜くことが大事っていうことを思っていたけど、幻想から来たらもう泣く泣く攻めるしかないぞということでですね、道館のこの関所っていうか、防衛線から出ていってですね、攻め込んでしまったと。そしたらそこをですね、そんなことやってくれるのかということでですね、向こうからボッカスカボカスカ叩かれてですね、一説にはその道館から出撃した数、兵としては20万人いたらしいんですよ。ところが、向こうにボカスカもやられてですね、戻ってこれたのが8000人、もうほぼ壊滅状態にまでやられると。で、道館もやられましたっていうですね、まさかのこの身内の楊国忠の失態によって落とされるというですね、そういったことがあると。もうこれは幻想がダメだっていうことになるんですね。もう逃げようと。ね、もう外向きにはですね、もう最後防衛戦長安でやりますよなんて言ってね、こうお触れも出すんですけども、幻想はもうこの時ね、楊貴妃ともう続婚の間柄で、楊貴妃がいればっていうことですから、本当かと、俺の周りそんなにやばかったのかみたいなですね、なってですね、いよいよこの楊貴妃と逃避行を始めるというですね、またこれ珍事が起こるわけなんです。これまでですね、楊貴妃との仲といいますか、もうすごくいいんですよね。楊貴妃っていう人はですね、
まあ、どういうふうに扱われているかというと、まあ、不足点とはやはり一つ違うことがあってですね、この不足点はですね、前回やった通りもう殺戮もう残虐行為を働いた、そういう一面も確かにあったんですけども、じゃあ楊貴妃が果たして本当にこの殺戮とか何か悪いことをしたのかというとですね、まあ、そうではないと。で、確かにこう警告の美女というふうに楊貴妃は言われます。で、警告の美女っていうのはですね、国を傾ける美女ということですよね。で、警告の美女、国を傾けてしまうような、まあ、そういうとんでもないような女だというふうにも言われるんですけども、まあ、しかしですね、お妃の立場からして、まず皇帝に愛されるようにすると、まあ、そのこと自体はですね、自然なことですし、まあ、実際何かこう殺戮行為を自分で何かやったわけでもなく、また政治的に元素に何か働きかけていたようでもなかったということなんですね。まあ、強いて言えばですね、まあ、何かこう自分の生活としてライチがすごく好きでしたと。で、ライチが好きだったんで早馬で、南の方からね、元素にこう届けさせたとかね。まあ、早馬というのは、まあ、今で言えば速達的な感じですよね。こう速達でライチ届けさせましたとか。で、絵なんか見るとですね、幻想とこう仲良くみかん食べてますとかですね、まあ、こう資料を当たると、あ、なんかこうよくありそうなのろけ話ですねというんでね、ああいう感じで、まあ、楊貴妃と幻想皇帝のあり方っていうのは伝えられているんですけども、そこまでですね、国を傾けるのは罪とは何だったのかということを考えるとですね、やはりこの幻想皇帝をですね、全く政治の方に目を向かせなくしてしまった、まあ、そのことが一番大きいというふうに思うんですね。で、この幻想皇帝はですね、改元の地の時はそうやって政治の方に税制改革やったり節度姿勢を導入したりしていい世の中作ったんだけども、この辺からですね、楊貴妃と会ってからですね、温泉にもなんかすごくこの辺りから通い出すと。でも楊貴妃ということになってから、国がどんどんと国力を損ない始め、で、しまいにはですね、まあ、なんとこのこともあろうか、国の中で反乱分子が起こり、それが今まさに長安を落とそうとしている、ここまで来たんですよ。で、それがですね、長安を落とす目前で自分たちは逃亡をしようと、もうこちらの方から攻めてきたんで、もう内陸の方に逃げよう、昔の蜀ね、四川の方に逃げようということでですね、わずかな部隊を作ってですね、蜀の方に逃げていくということになるんですね。で、この逃げていく中ではですね、まあ、楊国忠も一緒にいるんですけども、まあ、一緒にいた輩たちがですね、まあさすがに今ここまで来て、特にこの道館の時とかね、楊国忠ひどいなっていうことでですね、あいつこそは今回の張本人、責任を負うべき人じゃないかということですね。ある時ですね、楊国忠はですね、斬殺されてしまいます。楊国忠が斬殺をされると、そうするとですね、まあ、楊国忠の親戚の楊貴妃にまで次はね、矛先が向けられてくるわけなんですよ。まあ、幻想皇帝との間柄のことで、まあ、ここまで今なってしまってるんだと、まあ、さすがに楊貴妃生かしておくわけにはいかんのではないかというですね、そういうムードが強まってくると。で、またこの高力士が出てくるわけなんですね。で、幻想皇帝に言うと、まあ、今ここで楊貴妃もこのまま生かしておくわけにはそうは言ってもいきませんよと、まあ、周りの目もありますよと言うんですね。で、幻想も最初のうちは、そこだけはなんとか勘弁してくれというふうに言ってたけども、まあ、ついにですね、まあ、そこは自分の中で納得をして、分かったと、まあ、本当に悲しいということだけども仕方ないとね。で、高力士がですね、楊貴妃をキューとこう殺してしまってですね、と、まあ、幻想も相当に落ち込んだらしいんですね。で、まあ、楊貴妃のですね、埋葬の仕方もすごく雑だったんで、ちょっと殺されてから後にですね、まあ、幻想が改めて、楊貴妃の改装をしてあげたい、ちゃんとしたお葬式みたいなね、形で弔ってあげたいというふうに言ったんですけども、まあ家臣からもそれは受け入れられなかった。自分でこっそりね、そういうことをやったらしいんですけども、まあ、その時にですね、まあ、こう匂い袋みたいなものをね、こう副葬品の中からこう出して、で、自分の形見にしてですね、まあ、それはそれは悲しがったということですし、後にこう楊貴妃の絵を描いてですね、まあ、絵を誰かに描いてもらって、で、それをずっと朝夕も眺めていた、もうそれぐらいですね、幻想は楊貴妃にぞっこんであったということだったんですね。
さあ、この逃避行がですね、そうして、楊国忠もいなくなり、で肝心の楊貴妃もいなくなったというところでですね、事件が起こるんですね。まあ、事件と言いますのも、まあ、ある時ですね、この村のある村のね、まあ、リーダー格みたいな人からね、あ、こう元宗じゃないですかみたいな言われて、で、そこでですね、ははーっていうのと、もう一個ね、なんとかしてくださいよっていうふうに言われるんですね。で、このまんまだともう本当に党終わりますよと。私ね、この党っていうのは本当好きなんだと。で、今こう反乱分子のね、安禄山野獣にもう好き放題やられてるけど、そんなんじゃダメでしょっていうことを言われるんですね。で、元宗とまた皇太子も一緒にいます。で、そういったこともあってですね、元宗はもう失意のどん底で、もうダメだと、もぬけの殻状態っていうことですから、もうそこではそういう言葉があっても耳傾けられなかったけども、まあ、しかしですね、この息子の中央粛僧の方はですね、よしと、じゃあもうそこでもう最後どうなってもいいからと、自分がそこで向こうと対決しようじゃないかということでですね、そこで別れて、で、この霊部っていうところにね、この粛僧が向かうわけなんですよ。で、この霊部っていうところはどういうところかというとですね、まあ、ここにまた一つの有力な節度使がまたいたということと、また外民族とね、こちらの民族とうまくできそうな土地だというところだったんですね、この霊部っていうところが。で、この霊部で力を蓄えてですね、で、ここの異民族と一緒にまたこの長安を目指して長安奪還に向かうと。で、それが結果的にはうまくいくということになるわけなんです。で、この安禄山はですね、その途中でこの自分の息子によってですね、殺されてしまいます。で、安史の乱はですね、そういったこともあって762年に終わるわけなんですね。まあ、この安禄山のですね、まあ、息子であったり、あと獅子名っていうのもいましたよね。で、獅子名とかがですね、この辺でまあいろいろとこうすったもんだしてですね、いや、まだまだいけるぞとか やるんですけども、ただこの唐の王朝側と、またこの粛僧の側もこう頑張る、このウイグルとか吐蕃とかですね、外民族の力ももらいながら、で、自分たち唐の最後のですね、決死の反抗をですね、なんとかここでやって、で、これが大勝利に終わるということになるんですね。だから、もしあの時ですね、親父の元宗、失意の元宗と一緒にこの蜀の方に逃げていたらですね、もう唐っていう国はここで終わっていたというふうに見られています。まあ、そうではない、息子がですね、なんとかこの霊部に戻って、で、力を蓄えて、で、外民族の援助をもらいながら長安とを復活させていったと。それでこの唐の王朝はまだ続いていくということになるわけなんですね。さあ、こうして見てみましたけども、まあ、こうして安史の乱が終わるその年にですね、なんと元宗とまたそこで力を尽きてしまった心身ともにですね、力を使い果たしたこの粛僧も没してまた唐が続いていくということになります。で、楊貴妃もですね、その逃避行の途上、馬飼というところで亡くなってしまうわけなんですね。美女と野獣と皇帝のですね、3人の物語がこうして終わっていくわけなんですけども、この3人の物語がですね、まあ、すごくこう特徴的だしね、もう複雑だし、それでいってこうダイナミックな物語なんで、後々まで語り継がれるということになります。この超言歌っていうのですね、後にこの白居易っていう人がですね、このことを表して、で、その超言歌っていうのは日本にも伝わってきたことでもあります。で、この元宗の時代はですね、まあ、確かに最初は戒厳の地やりましたと。ただこちらの後々には楊貴妃にね、もう続婚の毎日だったんで、あんまり政治的には成果上げられなかったけど、ただこの文学とかですね、文化の方にはすごく目が向いていたということだったんですね。詩仙と呼ばれている、まあ、李白とかで、詩聖と呼ばれる聖なる、ね、詩の聖なる人と書いて、この徒歩とか、それはこの時代の人だったと。で、この李白っていう人なんかはですね、まあ、常にこう酔っ払ってて、
で、楊貴妃とこの玄宗皇帝の前で詩を読んだこともあったらしいんですけども、その時もまあ酔っ払ってたっていう話ありますし、で徒歩って人はですね、まあ、有名なのがこの国破れて山がありというね、まあ、そういう詩を読んだのも、その読んだ舞台もこの安史の乱、この安史の乱があってもう長安がめちゃくちゃになってしまったと、そこを見ても国破れて山がありを読んだということだったんです。でこうしてですね、まあ、すごくこの文学も発達したんですが、まあ、特にこの玄宗皇帝が何を愛したかというとですね、演劇がすごい好きだったらしいんですね。で音楽とかで自分も作曲やったりしてですね、楽団を作ると、で楽団を作ってまあ育てたりしていた、その場所がですね梨のなる庭でやってたということで、まあ、今日本でですね梨園という言葉あって、それは歌舞伎の世界を指す言葉ですけども、まあ、元をたどるとですね中国の演劇だ、中国では演劇のことなんですよ、この梨園っていうのは。だそこから転じて日本では歌舞伎の世界ということになりますけども、まあ、いずれにしてもそういう文学的な、あるいはこの演劇の世界、まあ、こういう文化的なところも大きく発展していった幻想の時代であったということだったんですね。まあ、本日こうして見てきました、この美女と野獣とまた幻想が織りなす世界というのはですね、またこうして周りの世界にも影響を与えていったということですし、まあ、野獣の反乱すごかったですね。まあ、これまではですね、唐がどのようにして周りに領土を拡大していくかというところを中心に見てきたんですけども、今回はですね、外民族ともタッグを組んで一気にこう攻め入ると、長安があわや落とされるその寸前まで来たところで、またこちらのサイドでですね違う外民族と組んで、でなんとか唐を死守した、そういう物語でありました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた。